はい、どうもこみです。さて、本日はつむぎぐみさんからお届けしてまいります。で、今日はタウンホール13のドラゴンを見ていきたいと思います。で、まあ、ドラゴンって言ってもドラゴンライダーをね、まとめてドラゴンっていう言い方をしたんですけども、この辺ですね。でですね、今日の動画のネタはこちらですね。ナウディ・フェンリルさんっていうね、ドイツのクランらしいんですけども、結構日本のね、方もいらっしゃったりして、ドイツプラス日本って俺じゃねえかよって思ったりしたところもあるんですけども、まあ、とにかくこのクランからの、対戦からですね、パーフェクトを取って紡ぎ組勝っています。何の勝負かっていうと、ノーディップリーグ、まあ、つまり回を、格下攻めかなをやっちゃいけないっていうね、ルールのもと行われるミックス戦になるので、本当に、もう純粋に各タウンホール隊だけのぶつかり合いを制したクランが上に行く、大会の中の現在、準々決勝がこの一戦でした。めちゃくちゃね、気をどかったんだけどね。ほら、破壊 99.9% で相手だから、 98% 防衛が1回あって、でそれだけでギリギリ持ったっていう感じ。もうすごいよね、この勝ち方本当に。で、そのですね、対戦の中から輝きを放っていたタウンホール13のアタック3本あ2本かなを見ていきたいと思います。で、これよいしょ。まず1本目はこいつですね。を見てほしいと思うんだけども、ドラゴンで攻める場合の入り方っていくつかあって、クイヒーでやるパターンもあれば、スーサイドって言われるヒーラーを使わずにヒーローたちである一定区画を削って、でヒーローたちがやられちゃってから、まあドラゴンとかドローンライダーを展開していくというパターン、2つに大きく分かれるんですけど、今回のこのアタックっていうのは、スーサイド型に近いですね。で、ここのタウンホールのところに、スーパーウィザードを当てていきたいんですね。で、ワンチャンこのマルチ、シングルインフェルノまで追っていきたいっていうパターンなんですけど、これね、これがすごいんですよ。これ。このね、ロケットバルーン、最初出してたこのバルーンっていうのは、何のためかっていうと、ロケバルをこのボムタワーに当てるために出してたんですね。このためだけに。で、このロケットバルーン1体当てることによって何が起こるかっていうと、一発ダメージが入って、そこに突撃艦が落ちることによってボムタワーが落下ダメージを壊せるんですね。で、こうすることにより中から出てくるスーパーウィザードがボムタワーの爆発でやられないっていうことなんですね。これ、このテクニックすげえなっていう感じです。で、さらにここにテスラが入ってくることが、これ分かってたと思うんですね。なので、そこに対してスーパービーズがさらにこう削りを入れていく。で、大きくですね、このタウンホール周りを削ることができたという形になります。このね、ボムタワーに対してタウンホール13の場合って、突撃艦の落下ダメージだけでは潰せないんですよね。なんで、クエイクを当てるっていう方法、まあ、ライトニングでもいいんですけど、っていうパターンもあるんですけど、まあ、そうすると呪文枠が減ってしまったりするので、もうここに対して、ロケットバルーンを一体当てていくっていうこの発想ですね。によって、大きくこの部分の、タウンホールの周りをスーパービーザードで削ることに成功したというのが、まず1個目のすげえ大きなテクニックだなっていうふうに思いました。で、ここでロイヤルジャンピオンをホーミングシールドを放っていて、さらに真ん中のマルチまで狙っていくと。いう形ですね。で、しっかりですね、この、なんだっけ、インビジブルの呪文も、スーパーウィザードに必要以上に使ってないんですよね。で、温存していくことによって、ロイちゃん、これ今、ギリギリ起こっちゃいましたけども、ワンチャン、アウェイじゃないな、ワンチャン、このマルチインフェルノもロイちゃんで折っていける状態になってたってことですよね。中央に入ってきたドラゴンライダーが一撃加えて折っていくと。で、真ん中にアーチャークイーンがね、壁殴って入ってきましたね。で、本来ね、この壁を殴らなくても、ロイヤルチャンピオンがこのマルチ2本折ってくれていることを読んでたので、このままドラゴンライダーを外周からぐるっと回って旋回まで持っていけるっていうパターンを想定していたと思うんですけども、最後、シングルインフェルノがね、見る残ってますが、これぐらいの体力のシングルインフェルノはもう怖くもなんともないですよね。これだけのユニットがいると。もうドラゴンライダーの圧倒的なパワーで押し切っていくという形。で、これを演出したのが、なんといってもこのタウンホールの、スーパーウィザードによる破壊だったということですね。テスラの、ね、森とかがこの最後の方にあったら結構きついんですよね。で、まあ、スパウィザードを使うもう一個のメリットっていうのは、今これインビジブルまた打ちましたけども、こんな風にスーパーウィザードがある程度仕事を終えた後、インビジブルを余らせることができるんですよ。なので、それをロイちゃんに使えるっていう意味でタウンホール13においてインビジブルの呪文を使うこのスパウィズ、突撃艦スパウィズっていうのは結構
あの汎用性が高くて、あのスーサイドをやる方は絶対に、覚えておくべき、なんだテクニックだし、スパビズを使うんだったらやっぱりこのボムターバンの処理っていうのをタンホール周りに、ね、結構こうタンホール落とされないように置かれていることが多いので、それをどう処理するか、今回みたいに、ロケットバルーンを使っていく、ないしはクエイクライトニングで削ってから、落下ダメージで落としていくっていうことをねやるといいんじゃないかなというふうに思います。で、もう一個ですね、見ていきましょう。このアタックなんですけども、はい、これね、中央部分のこの部分がここかな、ここエアスイーパーと、クロスボーンのところ、ここにライトニングを当てていって折っていきます。はい、でこうすることによって何が起こるかっていうと、中心部分がえぐれるんですね、こういう風にぐーっと。でさらに突撃艦落下ダメージで対空砲を壊して中に入ってるのはベビードラとバルーンとドラゴンライダー。これね、なんでドラゴンライダーかっていうとイエティじゃないかっていうと、イエティだとこれ防衛軍釣っちゃうからなんですね。あの防衛軍釣っちゃうと美味しくないので、もう釣らなくてもいい防衛軍は釣りませんと。ドラゴンたちがね、もう呼ばないラバーハンドとかアイスゴーレムとかそういうのを、イエティが釣るぐらいなら、そこで多少火力が落ちててでもドラゴンライターとかバルーンとか空系のユニットを突撃艦に入れることによって援軍を呼び出すリスクを減らす、リスクっていうか、まあ呼び出してしまうことをなくすってことですね。で、さっきのライトニングを打ったことによってこの部分削れちゃってるので、タンホールを殴るときに後ろから打ってくる防衛がないんですよね。もう確実にタンホールが楽々壊せるっていうところ、さらにこのバーバリアンキングがさらにこう伸びるわけですね。こういう風にこのね仕事はでかいなっていう感じですよ。で、こっから、モドラゴンたちをこうね、面を狭めたところにこう流し込んでいく。グランドオーデンのほらサークルのちょうどいい感じのところにこうねドラゴンが収まってますよね。これがすごく強いです。まあバルーンが収まってるのがなおたら強いんだけど、であとロイヤルチャンピオンでこの辺を削っていけばおしまいっていう感じですね。はい、で、まあ、ここね、ライトニング打たなかったらどうなっちゃうかっていうと、ここから打たれちゃうんですね。で、打たれちゃう上に、ドラゴンたちが、そっち方面に、結果的にこう広がっていっちゃうんですよ、こういう風に。広がっていっちゃって、バラバラにこう散っちゃうので、そうさせないように、あらかじめここ削っておくってことですね、ここ。そうすると、ドラゴンたちが横打ちもされないし、まっすぐ進んでいくっていうことで、二度美味しい。で、タンホールの裏側にある防衛って、あのヒーローたちでタンホール壊しても、その後潰すのが困難なんですよね。タンホールのその遅延効果が入ってきちゃうから。なのでタンホールの裏側の壊しにくいところっていうのをライトニングで潰しておくっていうことができると、今みたいな形でドラゴンの強さを最大限引き出すことができるというわけになるということですね。最後ドラゴンライダーがしっかり、投石を殴っていきながら、2体残ってプラスロイちゃんも今、ホーミングシールド残していた状態でしたからね、圧倒的すぎるぐらい圧倒的な旋回だ。もう防衛、相手の防衛軍をちゃんと出さないようにケアしながら、壊すところは壊していくみたいなところですねができていたアタックでしたね。これだからそうそう、こういう風にさ、クラン城の、ハイナにこの施設が入っちゃってるじゃん、こういう風に。なんでここにアチャクイとかキングがついちゃった場合、まあ、アチャクイはいいけどキングついちゃったら援軍呼んじゃうんですよね。だから絶対にここ来てほしくないから、そういった意味でもここをライトニングで壊しちゃうっていうのはめちゃくちゃやっぱ合理的だし、でこのね中央部分に近いところをライトニングで壊すっていうテクニックは別に珍しいものではなくて、ものすごい頻繁に起こる、頻繁に見られるテクニックなんですよ、マジで。なので、それですね、覚えておくと絶対損はないし、落とした場所はちなみにここです、ここ。ここね、平和の位置までこう届くので、こう、こうね、はい。縦2マス横1です。に、最大を、その打った場所から、マス目ね、ライトニング届くので、この桂馬の位置を意識して、すべてにこの4つにかかる落としどころは、ここですと、エアスイーパーの、こうある、ここ、ここのところ、ここね、ここ、のところに落としていくってことですね。はい、このライトニングの落とし方分かんなかったら、僕の過去動画にね、ライトニングの打ち方みたいな動画も結構あるので、それ見てもらえればなというふうに思います。やっぱね、援軍を釣らない突撃艦の使い方、ライトニングの使い方、あとは突撃艦スパビズやる場合のボムタワーの潰し方、この辺が分かってくると、いわゆるスーサイドドラゴンって呼ばれる戦術がめちゃくちゃ使いやすくなると思うんで、これはね、本当に覚えておくのおすすめですね。マジでいいと思います。で、それがね、タンホール14になるとどうなるかというとこうなります。はい。
中央部分にあるこのマルチインフェルノのところにアーチャークイーンと一緒にライトニングかましていくんですね。8発一気に落としていきます。見てください、これ、はい、ここでババ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 ッといきます。よいしょーって、でイーグル4アーチャークイーンインフェルノど真ん中潰すんですね。でこのど真ん中潰すっていうのがさっきも言ったようにすごく強いんですよ。なんでかっていうと、ここの部分の防衛がなくなっちゃえば、あとはなんていうのかな、こんな風に今区画が分かれてるわけですね。これってわかりますかね、ざっくりざっくりね。でこことここをヒーローで潰しちゃうと、残った部分ってこういう風に一直線にラパルが回せるじゃないですか。まあ、ラパルじゃなくてもドラゴンライダーでもいいと思うんですよ。これが回せるような形が作れちゃうので、真ん中ってねやっぱ一番壊しにくいんですよね。こう入っていった場合にさ、四方八方から撃たれちゃうから、この真ん中をヒーローで消すのって結構難しいんですけど、ライトニングだったら別にその四方八方から撃たれる要素っていうのは何の影響もないので簡単に落とせるんですよね。なので、真ん中をライトニングで折っていってから、そのね、周りのこの部分ですね、この部分っていうのを、こんな風にラバルとかね、ドラゴンライダーで削っていくっていう方法は、めちゃくちゃよく、ソラ戦術やる場合には使われるし、これはですね、タンホール13からでも、まあ、12からでも使えるテクニックなので、12の場合別にこれをしなくてももっと強い戦術はあるんだけど、13、14になってくると、こういう、呪文の使い方、ユニットの使い方っていうのはすごく、強いのでね、ソラ系の戦術をやりたいって思ってる方は本当におすすめな、テクニックなんで覚えておいてもらえたらというふうに思います。ただまあ一個気をつけなきゃいけないのは、これ今ライトニング打った後にこういうところからさ、こうテスターがこうねニョキニョキニョキってこう入ってきちゃうと何の意味もないんですよね。せっかく真ん中にえぐったつもりが結局真ん中にユニットがこう誘導されちゃって、ラバルがねバラバラになっちゃってチリチリになってやられちゃうみたいなことが起こるので、そういうテスラが生えてきそうなところに生えてきても大丈夫かなっていうふうに思ったとき、ないしは、クラン対戦みたいなね、2回攻めれるような場面において、あ、これは、真ん中にテスラないなってことが分かったときですね、に使うと強いです。で、さらにこの真ん中って意外と罠が集中してることが多いんですよ。赤いその爆弾とかホーミング爆弾とかね、そういうのが集中してることが多いんで、ライトニングで壊してそこに触れないようなルートを作ってしまうと、今言ったような罠も全部もう実質無力化できたりしちゃうんで、まあそういった意味でね、罠の回避っていう意味でもルートを作っていくっていう意味でもすごく美味しい、この中央付近ライトニングのテクニックっていうのはさっきの突撃艦スパビズのボムタワー5足と合わせて本当覚えておいてもらうと、長く使えるね空系戦術を使う方のための大きな武器になるというふうに思いますので、ご参考いただければというふうに思います。はい、というところでですね、本日はタウンホール13の空に関してお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。こんな感じでですね、ボードチャンネル、クラン対戦の解説系の動画中心にやっております。タウンホール13今日やりましたけども、12から14まで幅広くね扱っておりますので、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてまたこれからもどうぞご視聴よろしくお願いいたします。では本日この辺で動画を終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。